はい皆さんこんにちはこんばんは「ココナチャンネルの正月今日は2024年夏身近な危険から回避する方法をお送りしますよろしくお願いいたしますとんでもないことがですね、まあ、身近で結構起きています まあ、あのー、いろいろあるんですけども、まあまあ、オーソドックスなね、基本中の基本的なことから、まあサバイバルですよ。生き残っていかなければいけないので、身近な危険、回避する方法ということで、お届けしたいと思います。まずですね、あの、気象が荒れっていますよね。まあ、暑い。いや、これもいあのおかしいですよ。あの、暑いですよ。すんごい。あの、これはですね、あの、水分がやっぱり人間、暑いとですね、 あの家の中にいても外にいても、どんどん水分が汗となって放出されてしまいます。それによってですね、まあ、あの脱水症状が起きるんですよ。まあ、つまり熱中症とかね、まあ、いろんな、あのーまあ、暑いがために影響を受けて体がちょっと異常をきたすというね、まあ、そういう現象が起きてしまいます。まあ、これに、ね、一番いいのはね、やっぱりあの冷房を入れたりなんかしてね、まあ、涼しくしていく、まあ。これがいいんですがですよ。 電気代がもったいないとか言ってね、あの、あんまり冷房入れたくないとか、電気代もったいない。いや冷房があの苦手で体がおかしくなっちゃうっていうんだったらいいですよ。なんか他の方法でね、扇風機とかね。いや、だけど、そうじゃなくて電気代をケチって冷房入れないっていうのはね、もうやめた方がいいですよ。あの、逆効果。逆に体がおかしくなって、もう入院する羽目になりますから、そんななったら何にもなんないですよ。 うんだからね、ある程度涼しさを感じられる程度のね、除湿でもいいし、冷房でもいいし、ちょっと入れた方がいいですね。そして、まあ、冷房を入れても、まあ、体の脱水症状というのはね、ある程度水分があの放出されて起きるんですよ。ではどうしたらいいのかっていうことですよね。これは水をね、補給するしかないです。これはあの、綺麗な水を補給するというのがいいですよね。これをね、あの、アイスティーとかね、 アイスコーヒーとかコーラとかね、ジュース、それらでやってしまう方がいるんですが、よくないですよ、体にはね、悪い、うん、あの甘いものが入っているブドウ糖とかね、入っている砂、ま、糖とかね、そういうもので、なんていうんですかね、体を補給、ねあの、水分補給するっていうのは、あんまり良くないですね、あの腎臓に負担かかるんですよ。 であの砂糖の、ね、糖分も取りすぎてしまう。だから糖尿病になってしまう可能性っていうのは高くなってしまいますよ。あのインシュリンがね、あまりにも糖分が多いので、インシュリンがね、あのど,どうしたらいいのこの人、こんなに糖分いきなりえっええ,えってなってしまって、あの分泌物のね、インシュリンとかの分泌物のコントロールがおかしくなっちゃうんですよね。であのそれによって糖尿病になってしまうという方多いんですよ。うん、だからね やっぱりねあの水をねきれいな水を飲むと、でちょっと食塩ね、ちゃんとした食塩ですよ、あの科学的に生成されたものダメですよ、本当、海の水とかね、あの岩から取った岩塩とかね、ちゃんとしたもの、結構値段張りますけれども、まあ、そういう塩を取って、ちょっと取んなきゃいけない、塩を取って、水をきれいな水を飲むと、もうそうすると体内に、ね、あの吸収されるあの割合が高くなりますね。 だから、まあ、あの水分がね体に行き渡りますので、それをぜひ行わなければいけないと。まあ、暑さ対策というのはね、家の中涼しくしてね、あの風通し、もし冷房、嫌だったら風通しよくしてね、扇風機かけたりして、なるべくねあの風を回さないといけない、通さないといけないの。そうすると、まあ、風が通るということで、湿度があの乾いて下がります。 もう湿度が下がれば、ちょっと涼しさ感じられますから、ただ風も何もないね、ジメジメした中で、冷房もなくして、じっと耐える、これはね、最悪、それはちょっと体の具合は悪くなるのでね、雑菌も湧きやすいしね、やっぱりね、風は流した方がいいし、冷房はできたらかけた方がいいですよ、それでまあちょっとしのいでいく、冷たいもの飲んでもいいしね、のしのいでいくのがいいですね。 この話をするとね、いや、冷たいものは体に悪いんですよ。インドなんかのあったかいお茶のものは、やっぱりあの、体をね、あの、温めて、ね、あの、体温で汗を出して、体を冷やすと。それが理論的には一番いいんですよって言う人いるんだけど、私たちの体とね、インドの方の体は本質的に違うんです、構造が。うん、だから、あの、冷たいもん飲んだ方が、あの、いいですよ。 日本では冷たい水とかねあの。体冷えるので、それで。あと、頭から冷水かぶるんですよ。きれいなあの冷たい水をね。日本は、まあ、きれいな冷たい水が出ますから、ちゃんとシャワーからね。その冷水を頭からシャーっとかぶると、全然違いますよ。で、あの汗をかくと雑菌とか湧きやすいので、やっぱりきれいにしておく、清潔にしておくというのがいいですよね。まあ、そうやって、まああの、冷房の効いた部屋で、ね、シャワー浴びながら過ごすと。 まあそれが一番いいと思いますよね。さて、まあまあ暑いのはね、まあそうやってなるべくね、涼しくして過ごせばいいんですが、今度困るのはね、なんか暑いと、まあ今日もそうでしたけれども、急にあの豪雨、ね、ゲリラ豪雨がブワーッと吹き荒れて、雷が鳴ったりする。で、雷が落ちたりなんかするわけですね。これは怖いですよ。雷の電気は半端ないですから、 いや、これ、落っこっちゃったらね、あの、家に落ちたら、もう大騒動ですよ。もう落ちかねない。ね、雷がガンガン鳴ってるとね、あの、サージ電流って言って、サージっていうね、あの、瞬間的にものすごい圧力がかかった電気が家の中に入ってきちゃうんですよ。これ、怖いですよ。例えば、電柱のね、電線に落ちたら、その電線から家につながっている電線に入って、電流がね、 で、さらにその電線から家の中に入って、家のコンセントつないであるテレビやパソコン、洗濯機、冷蔵庫などのね、電気製品に走っていくんですよ。で、これはの、ブレーカーが効くんだけど、ブレーカーが落ちる前に入っちゃうの。要するに光のスピードで入りますからね、早いんですよ。だからブレーカーがガチャンって落ちるんだけど、落ちる前にもう機械のが入っちゃって壊れちゃう。 で、今の言ったね、例えばテレビが電,電線、あの、つながってると、コンセントがね、でパソコンもつないであった。洗濯機も、冷蔵庫も。まあ、みんなはみんな壊れるってことはないですけど、まあ、8割ぐらいの家電は壊れますね。そのまんま。うん。あの、おしまい。で、電話線にも入る場合があるので、電話もつながっていればおしまい、まあ。携帯電話、スマートフォンも充電中だったらおしまい。 電話壊れます。必ず壊れる。うん、だからね、あの、電線に繋がっていたら、まあ、壊れると思った方がいいですよ。8割方ね。壊れる。これはね、厳しいですよ。すんごくね。まあまあ、あらゆるものが壊れてしまうと。だから雷が鳴ったら、ブレーカーを落としてもいいんですよ。ブレーカーを落とすのもありだし、 まあ、ブレーカー一番早いかな大きいブレーカー、大元のブレーカーを、あの、大概黒っぽいやつなんだけど、大きいね。あのスイッチをガシャンと落っことしちゃういいんですよ。そうしたら、あの、そこで止まって入ってこないので、まあ、一番安全ですよね。もうあの、ブレーカー上げてて、もしね、あの、電気機器一個でもつながってても、その一個にブワーっと走ってきた場合、例えば自分があのー、その、近くにいるとするじゃないですか。ね。 ブレーカーをガーンって大元の下げないで、もし上げてて電線だけ、あのコンセント抜きはいいんじゃないかなって言っても、例えばあの照明器具のコンセントとか抜けないでしょ天井の。あれはね、もう構造体の中に線が入っちゃってるから、抜きようがないでしょで、あれって電気走って、ボーンってなるんですよ。あの、電球がそこに入ってたら、電球バーンってバリって割れたりするの。でも割れたりするだけだったらいいんだけど、 あの、火が出ちゃったりね、火事になったり、そっからなるんですよ。で、あとは、人間がそのそばにいたら、1メートル以内にいた場合には、サージ電流が強すぎて、照明に流れてきたらね、外からブーンって流れてきて、照明がバーンってなって、まあ、怪我もするけど、そのサージ電流そのまんま近くにいるとね、体に入ってきちゃうわけ。だから心臓止まっちゃったりするんですよ。あの、倒れちゃったら、本当ですよ。 だからね、あの、雷が落ちるっていうのは、すっごい怖いんですよ。電化製品のそばにいたり、また手とかついてね、あの、パソコンとか叩いて、あの、キーボードを触ってたりしたら、落ちた瞬間パソコンに手を置いてたら、も、ま、う、あ、体に入ってきて、その人どうかなっちゃうんですよ。危ないですよ、だから。うんだから、できたらね、雷になってる間は、大元のブレーカーをバーンと落っことしちゃうとね、一番いいですね。そしたら、あの、家の中には入ってこないんでね。 まあ、まあ、ドカーンってすごい音がして、まあ、おしまいですよ。まあ、それ一番いいですよ。うん、だから電化製品のコンセントを抜いてもね、あんま意味はないですよね。まあ、あの、照明だとかどっかしら繋がってますから、まあ、どこかやられちゃう。あの、給湯器一発で飛びますからね。給湯器は壊れるよ、ガスの。あれだって、あんなとこまで抜く人いないでしょ。あの、家の外まで出て抜かなきゃいけないから、あんまりあそこをね、抜く人いないから、 まあ、ブレーカーの大元を落としちゃうたいうのは一番早いね。で、雷行ったら上げればいいんだもんね。あの、冷蔵庫だって壊れるよりはね、ブレーカーを落として30分、40分したら、あのー、真上にいた雷は移動するから、まあ、そしたら上げればいいんだよね。まあ、一番長くて2時間かな。でも2時間じゃ腐らないからね。2時間じゃ腐らない。だから大丈夫だから、まあ、大元のブレーカーを落とすというのが、まあ、一番対照的にはいいでしょう。 あと、まあ、あの、雷の落ちる電化製品のそばにいないと。まあ、ブレーカーを落っことしちゃえばそばにいても平気ですよ。入ってこないからね。あとは、ま、電話の回線ですよね。電話の線も電話機から抜いとくと。そうしないと電話機に入っていっちゃうから、あの、固定電話ですよ。うん、だからね、あの、いろんなものを気をつけなきゃいけないんですよ。ブレーカーを落っことしても電話また別なんでね、電話線はね。違うんですよ。うん、だから電話線に入ってきちゃう場合ありますから、 ま、あと、まあ、ね、雷が起こって、電化製品、私あるんですよ。2回あるんですよ。雷が起こってね、日本でね。あの、電化製品がね、大体どれくらい壊れてかなあの、8つぐらい、8壊れたんですよ。あの、掃除機とかね。そう、たまたまね、掃除してたんですよ。でバーンって、ゴーンと起こって、掃除機に入っちゃったんですよね。で、掃除機が壊れました。いや、私はなんともなかったんですけどね、偶然ね。 で、洗濯機が壊れて、冷蔵庫壊れて、エアコンが壊れて、給湯器が壊れて、あとパソコンも一台壊れたんですよ。で、あとなんか壊れたんですよね。あのー、いくつか壊れたんですよ。で、火災保険でカメラが落ちて、電化製品が壊れたら、火災保険が、あのー、保証してくれるという火災保険があるんですよ。 で、それ追加の条件かもしれないけど、追加特約とかね。まあ、それ入ってたんですよね。で、電話して、雷が落ちて、電化製品が壊れましたって言ったら、あ、じゃあ、あの、所定の要領に従ってね、写真撮って書類を書いてもらって、全部壊れたものを、あの、写真撮って送ってくださいと、壊れたものを送る必要ないんですよ。写真撮ってね。あの、型番とかわかるところの写真も撮ってね、2枚ぐらい撮るのかな。で、あの、送ったら、まあ、あの、 買った時の購入価格ってあるじゃないですか。領収書なくても平気ですよ。あの、購入価格が大体分かればね。大体でいいんですよ。で、それをお金でくれるんですよ。で、丸々もらって、新しいものに、あの、古いものもあったんですけど、でも新しい電化製品を買っていいんですよ。そのお金でね。まあ、だから、あの、あ良かったなと思うことは2回ありましたね。うん、だから30万でも40万でも電化製品、全部その特約に入っていれば、 まあ、お金で保証してくれるっていうシステムがね、保険会社によって違うし、私がなったらもうね、30年、25年ぐらい前か、ね、なので、今ちょっと変わってるかもしれないから、ちゃんとあの見ないといけないし、確認しないとねあの、どうなってるか、ちょっと細かい具体的なところが違ってるかもしれないですから、まあまあ、各自あの、火災保険にね、入ってらっしゃる方は確認されるといいと思いますね。あの雷の保証入ってなければ出ないですよ。 ね。ただ火災保険だけだと出ないですから、まあまあ、あのー、それが特約なのか、はじめから入っているのか、まあ自分が契約してるかしてないかとかね、まあいろいろ見られるといいのかもしれないですね。まあ火災保険、結構だから高いけど入っていて、ああよかったなっていう方はいます。でも雷の特約知らなくて、あ本当入ってたんだけど、諦めちゃって、もう100万ぐらい壊れちゃったんだけど、まあそのまま何年も経っちゃって、えー、本当に いやあ、参ったなっていう人いました。もう3、4年経っちゃって多分無理ですね。4年も経っちゃうとね。うん、だから知らなかったっていうのは、まあ、そうしちゃいますね。何でも知っているに越したことはないですよね。そういう雷怖いですけど、あと車の中に乗っている場合に雷がすごい起きて、もう走れないぐらい大変なことになったと。そうした場合には、あの、エンジンをかけっぱなしで乗ってるんですよ。エンジンを 切っちゃダメです。かけておいた方がいいですね。えー、かけっぱなしで乗っていれば、まあ、雷が車に落ちても、まあ、大丈夫ですよ。うん、あの、地面に吸い込まれていくんでね。まあ、条件によりますね。どんなところに止まっているかとか、あの、走行中なのかとかね。走行中だと、ちょっと違うんですよ。あの、走ってると、あの、また違うんですよね。あの、走ってると電気そのまんま、 ま、車の中に帯電しちゃってね、あの、溜まっちゃう場合があるかもしれないし、あの、ハンドルに電気がバーッと走って、ハンドル持てなくて、あの、事故が起きちゃう場合もあるかもしれないですね。うん、だから、触んない、あの、椅子に座ってるだけで何にも触れないで、あの、ね、なるべく雷が、あの、鳴ってるけど、見えないところで車がね、あの、エンジンかけて止まってるっての、ね、一番安全は安全ですよね。まあ、それもね、もう、 ちょっと場所によってもね、いろいろありますよね。もう走り続けなきゃいけないようなとこもあるので、怖いですよ。だけどまあ、怒ったら怖いですよね。まあ、本当にね、ドキドキしちゃいます。あの、今でも覚えてますけど、私サーフィンやってたんですよ。高校生の時にね。でね、あの、サーフィンやってたらね、江ノ島なんですけど、急に空が曇ってきて、雷が鳴り出したんですよ。海で。いやー、危ないなと思って、 あのー、なんか隠れて海の家みたいなのあったので、夏だったからね。で、そこの中に入って、あの奥の方でね、サーフボードは浜辺に置いて隠れるようにして、いや、怖いね、とか言って大きい雷がと思って、そしたらね、えっ、ー、とね、高校生の女の子と男の子がサーフィンをまだやってたんですよ、海で。で、海の家の人もね、危ないから上がった方がいいよ、って大きな声で声かけてて、 あ大丈夫ですよあ。もうすぐ上がりますとか言って、もう雷、もう海に落っこってるんですよ。ドーンとか言って、あの、海に落ちるんですよ。いやいや、危ない。海に落ちてんじゃんとか言って、いや、遠くなんだけど、でもだんだん近寄ってきてるわけ。いや、電気来るよ。あの、海の水ね。あの、塩水だから電気流れますから、ある程度。いや、危ないなと思いながら。で、上がってきてね、そのね、女の子にね、浜辺で雷落っこっちゃったんですよ。 それでね、あの、ネックレスに落ちたの。で、その女の子が落ちたんだけど、その女の子大丈夫だったんですよ。で、手つないで上がってきて、男の子がね、あの、バーンって言って、あの、混んだようになって、ひっくり返っちゃったんですよ。で、女の子もひっくり返ったけど、女の子は大丈夫だった。生きてた。男の子が亡くなってしまったんですよね。その、あのー、ま、あ、彼氏なのかな。ね。 うん、で、まあ、救急隊が来て、大変だって言って、あとで、まあ、運ばれてったんで分かんなかったんですよ。その時は、あの、亡くなったっていうことは全然分からずにね、大ごとになって、うわ、うわ、大変なことになったなと思って、で、わ、これはもう、あの救急隊も来てるしねあ、もう帰った方がいいし、雷はだんだん収まってきたんですよ。で、まあ、もう帰った方がいいなと思って帰って、で、後から、次の日から、なんかニュースで新聞に出てたんですよ。 で、男の子、その男性の方が亡くなったって書いてあって、あらら、えあやー、なんだあの子、そうか、亡くなって、そうか、と思いながら、いやー、大変なことが起きたなと思ってね。うん、だから、雷は、ダメですね。本当に、あの、なるべく早く避難しないといけないし、雷が、まあ、当たらないところですよ。だから、空から見えないところに避難しないといけないですね。 よく言われてるのが、あの、高い木の根元に隠れるとか言っても、あんまり良くないですよ。あの、高い木落ちますから <laughs>、電気走るんですよ、根元まで。うん、あと木が下げちゃうしね。ものすごい電流流れるしね。濡れてるとね。濡れてるとね、電気走っちゃうんですよ、全部。だから、まあ、あんまり、その、高い木の根元に隠れるとかいうのも、まあ、あんまり良くはないですね。 うん、だから、あの、完全に空から見えないところにね、もっと林の中に入っていくとかね。あの、その方がいいと思いますよ。だから、一本だけある木のね、背の高い木の根元にうずくまってるとか、あんまり良くはないですね。それだったら小屋とか探して小屋の中に入るとかね。うん、あの、建物の中に入る方がいいですね。本当にね。あの、見えないところがいい。あと、体に金属がついしたら、まあ、その場で金属を外して、 もう、あの、捨てることですね。もう雷がどんどん落ちてる中で移動するんだったら、あの、カバンとかに金属がくっついてるじゃないですか。かカバンもそこに置いていっちゃう。だから、カバンの中に時計とかしまって、カバンはそこに置いて、しょうがない移動ですよ。まあ、それで、あの、金属身につけないで移動して、とりあえず、空から見えないところに隠れて、で、ほとぼりが冷めたら戻ってみて、カバンがあるかどうかを見て、まあ、運が良ければ落ちてなくてそこに、 転がってるということですよね。まあ、それぐらい気をつけないとね、あの、光のスピードなんでね、人間が注意しようが避けようが、どうにもなんないですよ。あの、速いし、パワーもすごいしね。うん、だから雷はものすごい怖いです。あと、山に登ってらっしゃる方ですよね。いや、あの、なんか富士山とか登ってて、いきなり雷が鳴る場合があるんですけど、横から来るからね、下からとか。 富士山ってあの雲が下にあったりするので、真横から雷が飛んでくるんですよ。これは怖いですよ。あと富士山が一番、まあ、危険なのは、隠れる場所がないんですよ。本当にないの。まあ、だからね、山の山中で登ってる時に雷が発生したら、いや、もうそんな怖いものないね。あの姿勢を低くして金属はなるべくもう全部外しちゃって、カバンの中に入れて、 そのカバンを遠くの方に置いて、自分たちはもう金属を全く身につけない状態で、あの、伏せてるしかないね。地面になるべく頭を覆ってね。まあなんだけど、あの、困るのは、口の中にね、あの、銀の詰め物とかしてる人も落ちますからね。うん、だから怖いですよ。本当あの、あとピアスね。ピアスに落ちますよ。うん、だからピアス金属のしてる人ね。いやもう、危ないですよね。 だからもう耳隠してるしかないと思いますよ、手で。いや、本当にもうあの怖いですよ。タオルで覆って隠すとかね。か金属見しちゃいけないですからねで。それで、まあ、姿勢を低くして、もうずっと耐えているしかないですね。雷が止むまでね、まあ。雷は怖いですよ。恐ろしいです。でもね、こんなにね、あの雷が鳴るっていうのはね、あの、一説によるとですよ。あこれ絶対ではないけれども、一説によると、 大きくね、揺れる大地がドンの前兆に、まあ、あるんですよ。あの、説としてね。雷が多発する。そして、その、2週間以内に大きなドンがやってくるっていうふうに言われています。んまあ、これはね、あのー、まんざらね、あのー、嘘でもないんですよ。あの、大雪が、やっぱりその大きなドンの前後に降る。 というふうにも言われてるんですね。冬の季節は。か確かにね、あの、大雪が降ったり、またはふ、まあ、降った後にね、ドンが来たり、ドンの後に大雪が降ったりとか、まあ、何か関係があると思いますよ。大雨もそうなんですよ。大雨と雷。結構ね、その前後にあるんですよ。うん、だから、今ね、大きなドンはまだ来てないので、これがもしね、関係あるものだとしたら、 まあ、これから2週間以内にね、結構大きめのドンが、まあまあ、あの首都圏ね、今首都圏雷,雷すごいじゃないですか。まあ、首都圏に起きる可能性が、まあ、なくはないということですね。まあ、気をつけるように越したことないですよ。うまあだからその時のね、ための用意として、やっぱり重たいものはね、あの、家の中に置いてある重たいものは、あらかじめ床に下ろしておいた方がいいです。 やっぱり大きなドーンってきて揺れたらね、怒ってきます。横に飛んできたりするんですよ。あのこれ、冗談でもなんでもなくて、あの阪神・淡路ってあったじゃないですか、大きいね、どんが。あの時にあに聞いた話ですけどね、関西の方にね、洗濯機とか冷蔵庫が、あのもう何ですかね、もう横に飛んでくるどこじゃないですよ。 あの、天井にぶつかって、床にぶつかってっていう感じで、それを繰り返して飛んできて、大怪我した人いましたよ。あの、考えらんないでしょ。洗濯機が、もうパイプとか、もう線とかバーンって外れちゃって、天井まで飛び上がって、天井にぶつかって落っこってきて、床からまた天井に上がって、だから要するにボールみたいにボン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 ってなって、こっちに向かって、ドカーンって。冷蔵庫も。怖いですね。 うん、だから、それがあるんですよ。そういうことがね。だから、重いものとかね、置いといたら、やっぱり危ないですよ、うんあの。上の方に置いてあるものは、やっぱり重いものは下にあらかじめ下ろしておくと。でお子さんがね、小さい子供がいる部屋、特に寝室、寝てる部屋で、重たいものが上に置いてあるっていうのはあってはならないですよ。もう本当にね、あの、怪我させちゃう。これは何とかしとかないといけない。全力ですぐにね。 もうすぐにもう改めないといけない。あの、来てからじゃ遅いですから、あの、怖いですよ。本当にね、だからそういうね、あの、やっぱり日頃からの、あの、備えがね、ちゃんと徹底してないことによって、怪我させちゃったりするんですよ。それはあってはならないことなので、小さな子供にはわかんないんですよ。ね、あの、怖いなと思っても、自分から言い出せないしね、 うん、そんなので大変なことになったらね、どうするんですかね、やっぱりこれは、あの、大人の責任なんですよ、本当に。子供は何にも悪くないよね。うん、ね。以前ね、あの、こんなことがありましたね。あの、1歳ちょうどぐらいの赤ちゃんがね、飛行機に乗ってたんですよ。でね、あの、すごい機嫌よくね、後ろ振り向いてはニコニコってして手を振ったりとかしてて、いやいや、かわいい赤ちゃんだな、と思いながらね。そうしたらね、 あの、私の隣に乗ってるね、あの、50ちょっとな、なんか、もうなんか嫌なオーラがもうあ、あの、出てたんだけど、いやだから関わりたくねえなと思いながら、ね、あの、もう、そっちの方なるべく向かないようにしたんだけど、なんか、暑かりませんとか言われてね、返事しないわけにいけない,い、いかないじゃないですか。で、なんか飛行機なんかちょっと暑かったんですよね。ああ、まあそうですね、って言って。 あのでもこれ、上からあの冷たい空気、これ出ますから、これ、あのー、左側にこう、回したり、右回したりして調整できるんですよ。あと、自分の方に向けて、あ、ここから出るんですね、なんて言って、知らなくて、初めて乗ったのか、何回目かなのか、分かんないけど、で、それを教えてあげたら、なんか自分のところにそれ、目いっぱい解放して、シャーってすごい音がするまで、マックスまで解放して、なんか自分の方にちゃんと当ててくれればいいんだけど、 半分、あの、私の方に向いてたんですよ。でな迷惑だな、うるせえな、この音と思いながら、いや、いやだな、こんな変な、なんかおばはんが隣のかってと思って、もうやだもうやだもうなんか冷てえよと思って、いや、だけど、まあ、暑がりだから、僕はね、あの、まあいいかもな、めんどくさいなと思って、ね、で、赤ちゃんが、その、二つぐらい前の席にその赤ちゃんがいたんですよ。若い夫婦のね。赤ちゃんニコニコして、ね。 で、まあ、あのー、飛行機がこれから飛びますよって言って、まあまあ離陸したんですよ。で、そしたらね、なんか寒くなっちゃったみたいで、ね、その女の人はね。で、うわ、寒今度なんか寒いだね、この飛行機とか。いやいや、それを聞いてね、何言ってんのこいつ、と思ったんですよ。えだって、さっきまで暑い、暑いって言って、シャーンって全開にしてずっと当たってたから、寒くなっちゃったんですね、今度ね、自分が。で、そんなの、あの、全開にしたのを絞ればいいでしょ。 絞んないの。ねで、なんて絞ればいいじゃないかと思って、で、何やってんだろうと思って、で、ハッと気がついた顔して、あ、そうだみたいなことを言ってつぶやいてね、あ、そうだみたいな聞こえるんですよ。左から。私の左に座ってるの。で、左向かないんだよね、私。嫌なんだ、もう。嫌なの。もう、なんか、なんでこいつと思って、もう関わりたくないから、右向いてたわけ。ね外を見てたのね。そしたら、 あの、ちょっと絞ったんだけど、やっぱり寒くなっちゃったんでしょ体が冷えてで。そしたらね、あの、係員の乗務員のいるじゃないですか、お姉さん。呼んで、ちょっとちょっととか言って、始まって、何なんだよと思って。あの、この飛行機寒すぎるわよとか言うんですよ。ね。で、あの、温度上げてちょうだいって言うんですよ。で,でも、それって皆さんどうですかねこれおかしくないですかだって。ね。いや、あの、寒いか暑いかは、その担当の客室乗務員の方が決めればいいんですよね。 で、それに我々はある程度従わなきゃいけないじゃないですか。だって個人的にね、寒いって言ってもみんなが寒いかどうかわかんないですよね。私は暑がりだからちょうどよかったんですよ。で、なん寒い暑い。いや、どっちでもないけどなと思って、ちょうどいいんじゃないかなと思って。だけど、その、おばはんがね、いや、寒いわよって、ものすごい剣幕で言ったから、わかりましたって言って、温度を上げたんだよね、2度ぐらい。 そしたら今度暑くなっちゃって。いや、暑かったの。私も、わ暑いよ、これ。なんなんだよ、夏にと思ってね。ねそしたらね、あの、2個前に乗ってた赤ちゃんがね、泣き出しちゃったわけ。汗、汗だくになって。いや、それ誰が考えても暑いんだから。でもその、私の隣のおばはんは、鼻歌かなんか歌っちゃって、んふふんふんとか言って。あんた、こいつのせいじゃんと思って、ものすごい泣いちゃって、汗だくで。で、みんなね、周りの人が、あの、 赤ちゃんとか泣くと嫌な人もいるじゃない。でうるせえな、みたいな後ろから聞こえてきたりとか。だけど、あの、隣の、あの、女性で関係ない女性が、いや、もうかわいそうだわよ、ねえ、あの、なんか、調子が悪いんでしょって言ったりとか、めんどくさいことになってきたわけ、ざわざわと。で私は知ってるわけですよ、その流れを唯一。このババアが隣の、<laughs> こいつが、<laughs> こいつが寒いとか暑いとかね、言って、 何やってね、こいつのせいだと思って、だってよく考えてください、皆さん。ね、半袖で、ペランペランの薄い半袖着てんだよ。大人だったらね、飛行機なかったら寒くなったら暑くなったりするかもしれないから、ちゃんと予備っていうかね、それでもう一枚羽織るね、上着を持ってくるとか、ね、なんか用意してくるんじゃないの、それって。ね、あの、二枚着てから暑かったら脱ごうかしらとかね。 当たり前の話だよね、そんなのね。私でもそうしますよ。だけど、何にもぴらんぴらの半袖だけで、そういうもの持ってないわけ。何にも。なのに、暑いとか寒いとか言って、揚げ句の果てに寒いとか言って、温度を上げさせて赤ちゃんが大泣きになっちゃって、もうね、しゃあのその飛行機の中はね、パニックになっちゃった軽いパニックに。で、なんかあのもう、乗務員の人もどうしようかはもう怖くて分かんなくなっちゃったわけ。 あの、温度を下げてあげたらって誰か言うんですよ。赤ちゃん、暑いんだよ。俺たちも暑いよ、こんなんじゃって言い出した人がいて男の若い人で。そしたら、あははいって言って、女の人の方を見たら、睨らみつけてるんですよ、女の人が。寒いんだから、ねあの、温度下げんじゃないみたいな顔してるわけ。いや、いや、この場は言った方がいいかなと思ってね。いや、もうこいつのせいじゃないかと思って、いや、本当に、 いやだけど、乗務員の方が、ああ、でも、そっか、赤ちゃん優先だなと思ったんでしょ、下げたんですよ。そしたら赤ちゃんは、ニコニコになってきて戻ったの。でも、このババーはね、隣のおーバー班はね、寒い寒いってずっと、あの、腕かなんかをわざとらしくね、なんか、両腕をこすり始めたわけ、自分の腕を。寒い、寒い、寒いとか言って。であの、着陸まで30分ぐらいあったんだけど、その30分間ずっと聞こえるように、寒い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 とか言って腕をこす。 うるせえ、こいつ <laughs> と思ったんだけど、おかしいでしょ大人として失格だよね。赤ちゃんかわいそう。だった。赤ちゃんは調節ができないんだから、ね。そんなにあ、あの、自分の暑いとか寒いでね、みんなの意見も聞かずにだよ。温度上げさせたり下げさせたりね。いや、おかしいよね。絶対ね。まあ、そんなことありましたよ。情けないと思いますよ。ね。皆さん、ね、そうならないように。 もう人間って本当最近ね、なんか自分勝手な人が増えてるんで、もうね、びっくりしてますよ。いや、みんな全員がそうじゃないですよ。ちゃんとお利口さんの方いっぱいいますよね。あの、若い女の子でも上着を持ってきてね、あなんか寒くなったから着なくちゃとか言って、二十歳ぐらいの人、着てる人いました。同じ飛行機のその、同じところに乗ってた人はね。だから、あ、ちゃんとしてるじゃないかと思って。 それに引き換え、この隣のおばはん、何なんだ、こいつはと思いながら、いい大人なのにね。いやー、周、ま、り、あ、に迷惑を撒き散らしてるわけですよ。よくないですよね。本当に考えて行動しないといけないってことですよ。だから皆さん、ね、備蓄もそう。備蓄なんかしたって何の役にも立たないよ。なんか似てるでしょ、このおばさんと、今の人とね。絶対騒ぎ始めるんだよね。本当に食料なくなったら。お腹が空いたんだから私にもくださいとか言ってね。 一人で生き延びようとしてるんですかとか言いながら、わみけ散らすんですよ。まあ、恐ろしいですよ。そんな方がいっぱいいます。うんまあ、負けずに頑張って備蓄していきましょう、皆さんね。くじけてはいけません。応援しますんでね。頑張りましょう、皆さん。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。